モニッコ初級講座始まるにゃ。こんにちは、モニッコです。今回はトポロジーの項目についてですね、解説してみたいと思います。さあ、まずはですね、このトポロジーという項目、4つのですねメニューがあります。1つ目がマルチレゾリューション、その隣が、ボクセルリメッシュ、その隣が、ダイナミックトポロジーですね。その横がですね、デシメーションと、UV アンラップになります。ではまずですね、マルチレゾリューションからになります。マルチレゾリューションというのはですね、Gブラシなどを使っている方ですとね、おなじみだと思いますけれども、いわゆるこのメッシュの細かさをですね、粗くしたり細かくしたりという行ったり来たりをしながらですね、形を作っていくものです。ではまず分割について見ていきたいと思います。メニューについてはこのサブディバイド、こちらを押すとですね、下にこのフラットサブディビジョンあります。これは、こういう四角などですとね、丸みを持たせないような感じでキープをしてくれます。こちらをチェックを入れた状態で、サブディバイドを押すと、これでまず縦と横ですね、縦と横奥行きに一つの切れ目が入って、こちらですね、分割がされます。半分に分割ですよね。でもう一度押すと、またさらにこう倍になっていきます。さらに押すと倍倍という感じで、まあ、どんどん細かくなっていきますよね。ちょっとこの辺ですとね、かなりざっくりなので、もうちょっと多めにしておきますね。例えばこのくらい細かくやって、まあ、ブラシでちょっと簡単にこう加工してみます。まあ、例えばこの状態でですね、この正面の面を比較的キープしているような感じのままですね、加工したいなんていう時には、この細かさをですね、一辺例えば極端に粗い状態にしてですね、この状態でブラシを使って加工します。でまたちょっと戻してみますね。そうするとこう、何て言うんでしょう、この細かい部分を崩さずにですね、大きな部分をいじって加工ができるということですね。ちょっとまあ例題としてこれいいかどうかは別なんですけれども、こういったですね、ポリゴンメッシュの粗さを変えることでですね、細かいディテールの加工をした後にですね、もう一回大雑把な変形をしたい時とかに使うという、まあ、認識がベースではないかなと思います。ということで、まあ、この行ったり来たりですね、細かく加工していた後にもう一回ですね、大雑把な加工に戻りたい時に使うという、まあ、そういった形になります。ですから例えばですね、彫り込みをやったりとか、まあ、そういった細かい造形をやりたい時っていうのは、このマルチレゾリューションはすごくいいと思います。ざっくりとですね、形状をかたどっていく場合はですね、自分のやりやすいこの細かさに調整しながらやっていくという方法もありますのでね、両極端ではなくですね、間をうまく使うという手もありますのでね、その辺は造形するものの内容によって変わると思います。ではですね、次がこのボクセルリメッシュですね。これはですね、スカルプトをしていた後にメッシュが乱れてしまったのを直すという感じのものですね。ちょっと他のものに切り替えますね。例えばこちらの球体をこのムーブのブラシでスカルプトします。これ極端にやりますね。こんな感じで極端にやると、まあ、見てわかる通り、このポリゴンメッシュがザラザラに、こう大きさが極端に違ってしまいますので、綺麗な加工というのができなくなるんですね。でこういう時にこのボクセルリメッシュですね、これを使います。では、リメッシュをしてみますね。そうするとポリゴンの状態がですね、整列されるんですね。設定した細かさに応じて整列されます。で、こうすると何がいいかというと、次に加工した時にですね、綺麗な加工ができます。ですから、大きなですね、変形を伴う場合は、このボクセルリメッシュっていうのは、適度にですね、行ってあげるといいと思うんですよね。これ、ボクセルリメッシュの項目のオプションでですね、リビルドマルチレゾリューションという項目があります。これちょっと今極端な形なので、他の形状に入れ替えますけれども、例えばですね、まあ、ちょっと少し控えめに加工してみますけれども、加工を行って、このマルチレゾリューション、加工を行ってですね、
まあ、これでボクセルリメッシュをする際にですね、このオプションのですね、リビルドマルチレゾリューション、これを押したままでリメッシュをしてみますね。そうすると、マルチレゾリューションの項目ですね、このように、オプションで設定した段階分のですね、この行き来ができるようにしてくれるという、まあ、こういったオプションもついています。まあ、この辺は、まあ、データが大きくなるのでね、行き来するような内容の加工かどうかっていうのは見極める必要はあるかと思います。リメッシュのこのレゾリューションという数なんですけれども、これはちょっとここの部分も説明しておきます。今この四角がありますけれども、こちらのデフォルトの状態だとこれ36となっています。これはですね、何もないこの四角の面をですね、36に分割したということですね。36に分割したということです。ではちょっと一遍これを数値を0にしてみます。これが0の状態ですね。で、これが1という数字にすると、切れ目が1個入って2分割という意味ですね。2にすると3分割。3にすると4分割。というこの切れ目が何分、入りますよって、3つ入ってますよというそういった意味になります。ですから、このボクセルリメッシュのですね、この数字も、どれぐらいの切れ目、今これ149となってますけども、149の切れ目が入りますよということですね。リメッシュをしていますね。こうすると、まあ、すごい細かいの分かりますよね。一遍戻して、まあ、例えば、21として、こんな感じで押すと、まあ、21の切れ目に相当するですね、ものが入るということですね。で、これ、キープという、キープシャープエッジを押しておくとですね、このエッジが立った状態で、ボクセルリメッシュができますのでね、この辺はですね、機械的なものを作る際などはこのオプションを、活用するといいと思います。エッジが立ったですね、形状が出来上がります。ちょっと一遍戻しますね。次はダイナミックトポロジーになります。ダイナミックトポロジーというのは、メッシュがですね、一定ではなく、こう、いろんな細かさが混在したような状態で形状を作れるんですね。ではちょっと一遍オンにし、ではちょっとですね。ではこちらですね、オンにした状態でスカルプトしてみますね。こんな感じで、面のですね、この粗さが、細かい造形がある部分だけ細かく分割されるというですね、そういった機能ですね。でこれ一見便利そうなんですけれども、処理としてはとっても重くなるので、個人的にはそんなに使わない方がいいんじゃないかな、なんて思います。どうしてもですね、まあそういった、もうすごい平らなところに一部だけ細かい造形入れたいとか、そういう時だけにしておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、こちらの設定の項目は、まあ一番上がオンオフですね。そしてディテールですね。で、その下が、まあスピードというのは、この、筆の動かすですね、スピードへの追従と、そしてクオリティ、こちらは、まあその再現度ですね、まあどちらを選ぶか。スピードの方が当然負担は少ないです。で、その下なんですけれども、こちらはですね、どういうレベル調整になるかですね、ブラシの。ズームですと、この筆の大きさが一定なので、ズームでオブジェクトをちっちゃくすると、その分相対的に大きくなるという感じですね。ちょっと加工を戻しますね。そして、ラディウス。で、こちらがブラシのサイズで機能させるというものですね。で、これは例えば、こんな感じで加工をして、こんな感じで加工をしても、このズームによって大きさが変わるというものではなく、ブラシの大きさがこれ、絶対値で影響するというものですね。でそして、最後のコンスタント。これも、まあ、先ほどのブラシでというものとほとんど一緒のものですね。常に、均一値で機能させるということで、ズームとか、そういったものには影響されないというものですね。さあ、そしてその下のメソッドというのがあります。で、こちらがですね、一番上は、これ、均一化というものですね。で、これは、実際に見てもちょっとわかりにくいんですけれども、面の分割を増やしたり、削除したりとかいった、そういったですね、ことをして、まあ、全体を均一化した、メッシュの数にする的な、まあ、
均一化というかですね、まあそういったバランスを取るようなモードですね。で、その下がですね、こちら、サブディビジョンというモードなんですけれども、こちらは、まあ、分割数を増やしながら造形をしていくという、まあ、データがすごく増えていくというモードですね。で、その下がこれ、下が削除というものになりますけれども、こちらはむしろですね、データの方、細かくなりすぎないように、少しこう減らす方向でという形で造形していくようなものですね。で、その下にあるチェックが、これはマスクの部分はプロテクトしますよというものですね。で、その下にですね、これリメッシュなんですけれども、これリメッシュする場合ですね、同じモードだとこうほとんど変化がありませんので、ちょっとモード変えてみますね。リメッシュをしてみますね。これ拡大するとわかるんですけれども、こちらのダイナミックトポロジーのリメッシュは三角ポリゴンが当然入ってしまいます。これがボクセルリメッシュと違うところですね。ボクセルリメッシュは基本的に四角ポリゴンですけれども、ダイナミックトポロジーは三角ポリゴンが入ってしまいますのでね、他のソフトなどに持っていくときなどはちょっと注意が必要かもしれません。では最後の項目ですね。こちらはデシメーションですね。他の形状にしてみます。で、デシメーションの部分は、まあ、ちょっと私他のとこでもやってるんですけれども、まあ、基本的にはこの UV アンラップを行う際に、まあ、使うようなものと考えていただいていいと思います。で、デシメーションの項目は、これはですね、三角ポリゴンがこちらも入った状態になりますのでね、気をつけてください。で、ターゲットトライアングルというのは、こちらはメッシュの数をどれぐらい減らすか、上からですね、メッシュの数をどれぐらい何パーセントにまで減らすかという項目ですね。その下がですね、こちらはペイントした際のですね、そのペイントをどれだけキープするかという項目になります。例えばこんな感じでペイントして、デシメーションしたときにですね、デシメーションして、まあ、この 100% ですとかなりペイントした部分残ってますよね。なんですが、これをパーセンテージをすごい下げてデシメーションすると、まあ、これどんどんすごい荒くなっちゃうんですね。こんな感じで崩れていったりします。このペイントのキープ度というふうに覚えておいてください。そしてその下がですね、これがまあ、整列させたものにするか、こちらは 0% のにすると未整列にするかという感じですね。まあ、当然未整列の方がですね、まあ、ペイントもそうなんですけれども、このデシメーションの減らすものとしてはですね、比較的、まあ、元の形状を残した状態でできると思います。で、このデシメーションをした後ですね、まあ、このポリゴン数、面の数を減らした後に UV アンラップを行っていただいてですね、こんな感じで UV 展開をすることができます。で、その下にはですね、このアクション、クローズホールというのもありますね。で、これはですね、閉じられてない形状をデシメーションにするときにですね、まあ、これオプションで、まあ、この閉じてくれるというのをオンにするかどうかですね。で、まあ、閉じる際のこのディティールの、まあ、より再現度を高くするかどうかという、まあ、そういったものになります。そして最後の項目なんですけれども、こちらですね。なぜかこのトリプラナーのですね、コンバートの項目がここにあります。で、こちらもですね、細かさを設定して、これでコンバートをします。あとは、これですね、ブラシを自分で設定して、こんな感じで、形状を自分でですね、マスクをペイントして作っていくみたいな感じですね。まあ、これの使い方、使い道、まあ、このトリプラナーの使い道というのは、あまり自分はよくわかりませんけれどもね。まあ、中には作りやすい造形というのもあると思いますけれどもね。まあ、この項目が、なぜか入っております。ということで、ちょっと長くなりましたけれどもね、このトポロジーの項目について、4つのですね、この内容の、解説を、行ってみました。今回はここまでになります。
終わりだにゃ。